はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の秋晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病が、ね、なられた、たくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日か一昨日か、一昨日ですよね、一昨日のね、通院の時にね、まあ、僕の口の中にできたね、謎の突起物にね、その惑わされてて不安に駆られた時にですね、まあ、何も手につかずにどうしようかと、何も考えられずにどうしようかと思っていた心境でですね、その通院の時にね、先生から、まあ、歯医者でね、通院の時に先生から聞いた、その聞いたことのない病名に対してね、拍子抜けになってしまってね、そういう状況だったんですけどもね、まあ、その病名というのがね、その粘液嚢胞と、ね、いう名前なんですよ。その粘液嚢胞というのは、まあ、口の中に無数にある小唾液腺というのがあるんですけども、まあ、唾液腺というのはあの、ね、よだれが出るとか唾が出るとかっていうふうに口の中を潤わして、殺菌作用があったりとか、なんていうんですか、食べ物を消化する消化酵素が出てきたりとかっていうふうな、線があるんですけども、パイプみたいなのがね、あるんですけどもね、その、唾液腺で有名なのが、有名かわからないですけど、まあ、知る人ぞ知るですよね。まあ、知る人ぞ知るなんですけども、まあ、耳下腺、耳の下にある耳下腺っていうのと、顎の下にある顎下腺っていうのと、ベロで裏かね、裏のベロの下にある舌下腺っていうのが三大、唾液腺っていうのがあるんですけども、その他にも口の中に無数にあるのが小唾液腺っていうのがあるんですよね。でその小唾液腺を通る唾液の分泌がうまく行われずに、この周囲のね、組織、唾液腺の小唾液腺のパイプの周囲の組織の中に、唾液が溜まってしまってできるっていうのが嚢胞なんですよ。もうちょっとちゃんと言いますとですね、小唾液腺の導管パイプが何らかの原因で塞がってしまうと、その唾液の排出が困難になってしまって、唾液が、貯留して膨らんでしまうというものなんです。でさらにもっと言いますとですね、唾液腺のね、流出機能障害という言い方もされてるんです。その発症した状態というのをですね、粘膜下の粘液貯留現象と呼びます。でほんでね、そのできる箇所、まあ、僕の場合はベロの下にできたんですけども、まあ、他にもできる箇所に対してですね、さまざまな、ね、状態でね、現れるようで、まあ、僕はその突起物として現れたわけなんですけども、まあ、例えばですね、小さいお子さんとかやったらね、こう遊ばーって遊んでたり、バーって走ったりして、パターンってこけてしまって、その唇をね、バーンってこう打ちつけてしまって、その唇がぷくっで腫れてしまうという感じでね、出てくる時もあるんです。でもね、その時にねバーンって当たってしまって、何の症状も出ない時もあるんです。でも何の症状もできなくて、まあ、ただ唇が痛いなーってーんって泣いてる状態っていうだけやったけど、まあ、数日経ってこの唇の、まあ、ちょっと裏返した時の唇らへんがね、こうぷくっと腫れてきて、なんやこれってなるのがその粘液嚢胞なんですよね。まあ、今回僕のようにね、ベロの裏側にできてしまっている場合っていうのは、まあ、硬いものを食べて、食べた時に傷ついてしまった時とか、で歯磨きの時にね、歯ブラシをガーッてってバッてこうぶつけてしまった場合に起こったりするんです。まあ、なのでですね、この粘液嚢胞っていうのをね、めっちゃ簡単に言いますとね、ただのね、水ぶくれなんですよ。まあね、その病院でもね、水ぶくれみたいなもんですって言われて、ね、すごい安心しました。まあ、水ぶくれ言うてもね、よだれ唾がね、他の組織にこう溜まってしまう、ね、そのホースパイプがね、破れて漏れて、ただただその水漏れしてるだけやでっていうような感じなんでね、すごく安心しました。でもね、そんなことをね、つゆ知らずとかね、何も知らない僕はですね、まあ、昨日の動画でもお話ししましたけども、まあ、口の中をね、先生に見せた途端にね、先生が席を外して後ろのスタッフとザワ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 してですね、まあ、パーッと戻ってきて、やすさん陽性ですとか、やすさん腫瘍ですわとかね、言われたらどうしようかなって考えたりしてね、まあ、怖かったんですけども、もう怖くないです。もうビビってません。そのね、この僕のベロの下に出ている膨らみ突起物に関してはね、もうほんまにね、もう何もね、怖がることは、ね、ないんです。
でもね、これってね、結構コメントでもね、こういただいたんですけども、どうやらね、癖になってる人もね、いてるみたいなんですよね。こうなんかぷくって腫れてきて、しないうちになくなってるみたいな感じやったけど、またできてたとかね、そんな感じでね、コメントくれてる人もいたんですけども、でもね、この昨日、おとといか、おとといの病院ではですね、これはね、もう切り取りましょうってね、言われてですね、まあでもそういう時の場合っていうのはまあ説明もあったんです、ちゃんと説明もあったんですけどね、麻酔をして、取ります、でメスを入れます、でその時に、何やったかな、まあいろんなね症状、その後の症状ね、いろんな副作用が起こるかもしれませんっていうのを見せられて、まあ、サインしたんですけどもね。でもね、その取りましょうっていう風に先生に言われたので、その先生の口からはこれは自然になくなっていくもんやから大丈夫ですよっていう言葉はね出てこなかったんですよね。まずコメントをくれた人らのバージョンと僕のバージョンは違うバージョンのようでしてね、まあ、僕は取らなあかん、取った方がええよっていう風なことやったんです。まあ、その誤って噛んでしまってもあかんし、その歯ブラシがまだ当たってもね、硬いもんね、硬い食材を食べて当たってもあかんしねとも言われたし、というか噛むかもしれませんけども、まあ、歯ブラシは僕優しくしているし、優しくするのを心がけてるし、まあ、硬いものはね食べへんし、まあね、あのご存知の方、ね、見てくれてる方の中でご存知の方はたくさんいると思うんですけども、あのね、あの口の中の粘膜障害でね、僕今すごい、あのただでさえ唇とかもそうだし、口の中ほっぺたの内側とかもただでさえねピリピリヒリヒリして麻痺して痛い状態やから、硬いものなんか絶対食べないんですよ。なのでね、その毎日の食事というのはスムージーというか、まあ流動食やからね、まあ、誤って噛むこともねまあないんですわ。でも先生が言うにはね、やっぱり取った方がいいみたいやし、今なのでね、まあ、先生と僕の中では取る方向で話が進んでおります。でまあ取る時っていうのはね、また先ほども言いましたけどもまあ麻酔をするわけですから、今はねその痛さにビビっております。というかね、まあその麻酔をする覚悟をねせなあかんってね、昨日の動画でもね言ってたんですけどね、また心の準備ができておりません。まあ、しかしね、その瞬間はね、その刻一刻と迫ってきてるわけなんですよ。まあ、早ければ明日です。まあ、その次は3週間後の月曜日なんですよ。まあ、どっちにしてもね、今週中じゃない、切除されます。まあ、どっちにしてもね、今月中にはね、麻酔の恐怖がね僕を襲ってくるんですよ。大変や、これは大変や。しかしね、まあ、これもね、まあ、麻酔をするときにね、いきなりベロの注射をするわけじゃなくて、はじめにその脳胞の周りにね麻酔を塗ってからするんじゃないのっていうね情報をコメント欄でいただいてたんで、まあ、ちょっとね少しはねホッとしてるんですけども、セミが鳴き出した。もうね、そのベロに麻酔の注射を刺すっていうその瞬間はね、もう考えたこともないし、まあ、経験したことないから考えたくもないわけですよ。絶対痛いですやん。だからその瞬間の痛さを回避できるのであれば、僕はね全身麻酔でもね受けます。そういえばね、この下の歯のね虫歯の治療の時にね、まあ、その下の歯茎にね麻酔をするんですけども、その時の歯茎はもちろんですね、そのほっぺたや唇もね麻酔が効いてて麻痺してる状態なんですわ。で、まあ、そのちょっと同時にですね、ベロもね、麻痺してる時もねあったんで、ひょっとしたらこれは僕の予想なんですけども、その歯茎にまず麻酔をしまくって、同時にしまくるかどうか分からないですけども、して歯茎に麻酔をして、同時にベロも麻痺させてあげて、でほんでこのね粘液のほうを切除するんではないかなってね、自分自身でね予想しております。まあ、決めつけておりません、予想なんで、あくまでも予想なんでね、自分で決めつけてしまうね、この自己診断ほどね愚かなものはねないですからね。結構このフレーズ最近言ってるような、まあでもほんまに自己診断ほど愚かなものはないですからね。まあそれとね、決めつけっていうのは良くないんで、僕はもういち早くすぐにこれは緊急事態や、一大事やと、異常事態やと思って、まあ、病院に電話してすぐにねこの病院に来ることができたんで、あのほんまにその、ね、粘液のう胞っていう風に診断されたことによって、これは粘液のう胞なんやっていう風に自分でも受け入れることができたんでね、ほんまそれ以外のことっていうのはもう先生に診断されたわけじゃないっていうのは、まあ、自己診断ということになりますんで、それはほんまにダメなんでね、必ず病院に電話しましょう。皆さんもね、何か異変があったらね。で、まあ、話戻ちますけども、まあ、でもね、やっぱりね、麻酔となるとね、怖いなーってね、なりますよ。だって痛いですやん。麻酔の注射をグッと刺す瞬間とかね、麻酔がこう、ギュー
ーって入ってくる瞬間とかもすごい怖いじゃないですか。ほんまに毎回思うんですけども、虫歯の治療の時にほんまに思うんですけどもね、その歯茎に注射をさせるだけでほんまに痛いですからね。でもまあ今後もね、まあ、まだまだ僕の口の中には虫歯がたくさんありますし、でそしてね、まだまだその虫歯はね増えていきますの でその度にね、その都度その都度麻酔をしていきますので、まあね、今後も通してなんですけどね、その数ある麻酔の中の一部としてね、自分の経験に、ね、入れておきます。まあ、まだやってないですよね。早ければ明日です。遅ければ3週間後の月曜日です。なので今はね、その麻酔の恐怖にね少しだけ駆り立たれていますけどもね、まあ帯状疱疹で侵された足の痛さもまだ引きずってますし、っていうかそのね、いろんなことが僕に今降りかかってきてますけども、っていうかね、よく考えたらね、僕のメインの病気はね白血病なんですよね。でほんでそれの治療のために行った骨髄移植で、骨髄移植のその副作用と合併症を抑えるために飲んでる免疫抑制剤が原因で、まあ、こんな体になってしまってるんですよ今。こんなね、いろんなことが降りかかってきてるんですわ。でもね、まあ、それのおかげでね今がありますし、まあ、あれもこれもやらなあかんからなんてしまってるんですけども、まあ、文句言ったらあかんなーってね思いますね。まあそんな感じでね、とりあえず今は麻酔をどう乗り切るか、どう乗り越えるかっていうのをね考えておきます。まあ、考えてもね、まあ、早かったら明日なんでね。まあ、そんな感じでね、今日はね、粘液の方というのがどういう風な箇所でどういった感じでできるのかっていうのをね、少しね、お話しさせていただきました。そんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。